ドラゴン TV タツです。銀です。今日はスノーパークオゼットクラを使って地形遊びやっていきたいと思います。はい、ここはね、あの地形の方向なんで、うん、まあ雪はちょっとね少なくなってますけど、うん、まだまだ遊ぶとこいっぱいあるんでやっていきたいと思います。いっぱい俺らが遊んだことみんな見てもらって、はい、今週末チャレンジしてみてください。はい、ぜひ行ってみましょう。
疲れ様です。お疲れ様です。どうでしたか、地形遊び。いろんな地形あって、あのウェーブのサイド使ったりとか、はい、ね、今日はあのミニパーク、あのミニパークじゃない、ミニウェーブのミニバンクの、そうですね、横使って、スーパーミニパークのものを作ってみました。面白かったですね。ね、はい、それちょっと走んなかったけど、うん、あの2回ぐらい行けばもうちょっと走って、うん、みんなも明日ぜひ。そうですね、ウェーブ行くんじゃなくてね、あそこのミニウェーブバンク、ウェーブの横のミニバンクの、そうですね、スローでタイトっていうね、あんま走んないけどやたらタイトだからまた面白い感じになってたっすね、うん、でその、うん、あのミニバンクのサイドも左側もね、なんかこれぐらいの、はい、そうですね、ね、高さのちょっとしたなんか上になってて、ちょこって飛んだり、はい、うん、いろんな地形ちょっと見つけて、はい、やってみました、はい、みんなもぜひ、もうちょっとシーズン終わりですけど、あのあと2週間ぐらいお時間もらうと、あの今週末と来週末の31日で一応ね、終わりかなっていう、うん、そうですかね、うん、でもまあまだまだね、この技はね、どこでも使ってもらえるんで、うん、そうですね、なんかこれからちょうどね、春の遊びのまあちょっと板高い板乗ってると嫌だっていう人もいるかもしれないけど、ちょっとね、土のとことかシュワッとしまうとことか滑ったりで、そういうちょっと春ならではの遊びも結構いっぱい入ってると思うんで、ね、うん、うん、まあ板は傷つけてなんぼですから、大事に乗ってもダメですよ、はい、板はあのなんか色のレールとか、うん、あの乗ったり、そうですね、どんどんボロボロにしてどんどん買ってもらってね、そう、どんどん遊んであげて、傷ついたのがもう板にとってはね、勲章になりますから、そうですね、あんまこう、はい、ピカピカ大事にしなくても大丈夫ですから、車と同じみたいに、ガンガンいろんなとこ行っていろんな動きしてもらって、あの楽しんでもらえば、そっちの方が絶対楽しいですから、スノーボード、はい、で、また古くなったらね、新しいものを買ってもらえば、はい、僕らもあの生きていけるんで、はい、ボードを作ってる方としてはね、はい、ありがたいですからね、うん、なんでぜひあのちょっとこの映像を見て、あ、こんなことやりたいなとか、うん、あんなことできるかなとかあったら、ちょっといろんな場面で、まあ僕らがやったところで同じことやればね、うん、全く同じことできるんで、はい、あとは違う場所とか行った時に、あそこと同じ地形あるからあれやってみようとかの参考にしてもらえれば、はい、うん、一番僕たちもやって本望だと思います。そうです ね、はいはい、僕たちもまだまだ新しい遊びをどんどん、見つけていきたいんでね、はいはい、ぜひぜひこんなことやってほしいとか、ね、あんなことやってほしいとかあったらね、まあ、できるかどうか分かんないですけどね、はい、あの頑張ってチャレンジ、はい、していきたいと思うんで、はい、そういうのあったらどしどしコメント欄とかに、ね、はい、書いてもらえます。なんか楽しい企画をこう採用された方にはちょっとなんか、ね、あのドラゴン TV T シャツとか、ね、そうですね、そういうちょっとプレゼントも、うんうん、していきたいですね、はいはい、今シーズンもあと、わずかですけど怪我なく、はい、ゆっくり楽しみながら、はい、シーズン最後終わり迎えてください。僕らも、ここ終わって雪なくなったら何しようかなとか考えたりしてるんで、はい、皆さんもゲレンデ終わっても雪があればそこでスノーボードできますから、楽しんでいきましょう、はい、レッツエンジョイスノーボードあとチャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあ